党首選の結果、新しく党首に選出されたトニー・ブレア・マーガレット・ベケット、党首選まで臨時党首を務めるジョン・プレスコット時点。後に副党首となる1994年、イギリス労働党党首選挙は、イギリスの政党、労働党の党首を決定した選挙。前党首のジョン・スミスの休止を受けて実施された。この結果、トニー・ブレアが党首に選出され、1997年の 総選挙を経て労働党は与党となる。党首選は1994年7月21日に行われた。5月12日、当時の党首ジョン・スミスが休止したことを受けての選挙であり、この間の臨時党首はマーガレット・ベケットが務めていた。保守党のジョン・メイジャー政権の支持率が低下していたことから、この選挙は単に労働党の党首を決めるだけでなく、 将来のイギリスの首相を選出する選挙であったとも言える。党首選は、労働党が1981年以降、採用しているシステムに則り、労働党の庶民院議員、欧州議会議員の票、労働党員の票、労働党系列の3つの労働組合員の票による投票で行われた。なお、この選挙から、かつてのブロック投票制を改め、一人一票制度が、 導入された。立候補したのは以下の3人。ベッケットは労働党では史上初めて、さらに現時点でも唯一の党首選挙に立候補した女性候補であった。結果、ブレアが新党首に選ばれた。プレスコットは副党首となり、1997年の総選挙を通して労働党は18年ぶりに政権を奪回。ブレア労働党政権が発足する。 ありがとうございます。